この人、あれこの人いなかった？やばい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 。こんなとこでやめて。もう本当に疲れちゃったんだろうな、こうやって。なんか多分罪悪感とかいろいろあったんだろうけど。おい！アニメリアクターのサイゼンです。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、ゴールデンカムイ第32話見ていこうと思います。はい。というわけで、ゴールデンカムイ、俺が見たい部門ということで見ていってるわけなんですけれども。もう本当にね、息から始めて、どん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 話が加速度的に面白くなっていって、まあ、キャラが出てくれば出てくるほど、なんかいろんな方向にこう話が切れそうで、なんか本当に考察がまとまらなくなるくらい、本当にワクワクが止まらない回が続いているので、今回もね、また、なんか新しいキャラとか出てきたりとか、なんか新しい展開に期待していきたいですね。うん。まあ、やっぱりでもなんかこう見てると、杉本は追いつきそうな気がするな、キロラン家と。うん。どうなってしまうんだろう。ぶつかった時にどうなるかだよな。やっぱり、尾形に対して怒りを爆発させるか、キロラン家に対して怒りを爆発させるか。いやー、気になるな。シリパのね、この、反応みたいなものも気になるし、本当にこれから先ね、いろいろと注目していきたいなと思いますので、一緒に楽しんでいきましょう。それでは見ていきましょう。ゴールデンカムイ第32話、よーい。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。さあ、人切り。人切り抜刀斎。うん。うん。はい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 。ヒントはわかるか。っていうところか。うん。なるほど、なるほど。そんな複雑な、専門的な話じゃないと。うかいのう。あれだよね。うん。はいはいはい。まあ、この時ってまだ読み書きの能力が発展してない頃だもんね。なんだろう。言い方。おー、なにやっぱり文字関係してるのかな？でも文字を習ってないのかどうなのか、文字を読まなくてもわかるようにはしてあるっていうことなのかな？文字の情報さえわかれば、あとはピンとくるような情報になっている可能性っていうのはあるな。割とキーなポイントなんだな、元則が。多分やっぱり暗号を掘るにあたって、やっぱりこう、どうなんだろう？でもやっぱりさ、土方とかにさ、重要な部分を掘るかって言われたら僕は考えられないんだよね、だって。アシリパさんが、だって、この、土方の入れ墨人皮を手に入れられるかって言われたら多分手に入れられないと思うんだよね。うん。誰かが手に入れたとしてもかなり難しいから、入手難度の低い人に、例えばだから白石とか、割と取るに足らない人に、こう多分重要な情報っていうのは乗っける気はしなくもないんだよな。明らかに情報有利になっちゃうからさ、土方とかに掘った入れ墨がかなり重要な情報だと。で、微妙なんだよな。そうなると誰でも解けちゃうようになるのかどうなのかっていう。ああ、この奥にいるのがソフィアさんか。あと。さあ、追いつこう。ゴールデンカムイ制作委員会、レッツゴー。さあ、釧路。北海道だ。これは、土方っぽくない？違うか。あ、土方か。やっぱり。牛山さん。あら。そう。川？何？え？土井心臓。ああ。あら。私はもう食べたい。美味しそう。うまそう。エトピリカ？エトピリカ？くちばし？トゥルルルルルルル。おう。お？根室？おお、お金さえくれればってこと？そうなの？うん。決め？京都でも。新選組関連じゃなさそうだな。人吉？岡田伊蔵しか知らない人切りって言ったら。心臓っていうくらいだからあれなのかな？モデルなのかな？あ、この人、あれ？この人いなかった？あら。白藻が漏れちゃう。大丈夫？この人が心臓っぽいな。多分。うわぁ、こういうおじいさんが強くなる。へえ。刀を持ったら人格が変わるのかな？あら。なんかもちゃりもちゃりしてるけど。なんだ？人斬り陽一郎。手配犯なんだ。うん。なるほど。と。まあ、ある種受けた仕事は最後までやる。さあ！土方たちが、うん。ああ。取り合ってるのか。土井心臓。あ、そうか。だからアイヌの服着てたんだもんね。うん。へえ。ああ。生きる理由がわかんなくなった。大切なものなんだろうな。エトピリカ。あら。なんか犬童さんっぽい顔の人だ。ああ、もう。なんかでも生きる理由がなくなってるから、ただただひたすらさまようだけって感じなんだね。土井心臓。あらあら、受水？受水はまずいですよ。すいません。受水はまずい、受水は。まあなあ。持ちありしてるな。どういうこと？わからなくなる前に。え、なんで？あら。邪魔だっていう話？あ、誰だ？あ、追いかけてきた！やばい危ねえな、ノーモーションで撃たれるかと思った。さあ、どうする？ちょっと黙っててもらおうか。そうね。入れ墨だ。家玉五七郎。やばっ！ここでやるの？は？なんだ？ああ！思い出した！全盛期の記憶！やばい！敵には容赦しない。うわ、痛い！え、銃？土方か？思い出してる。うわ、でもなんか昔に囚われてるっぽいな。すごい。こう見る限りだと。やばっ！おい！やばい。こんなとこでやめて！当たっちゃうよ、流れ玉が。あ、牛山！強い！やばい！異像が動くぞ。昔に戻る。身軽だ。やばい！うえ、喉！土方は見てるだけだ。そうね。え？そうね。過去にもう生きちゃってるよね。別になんかこう、目的が合ってるわけじゃないよ。亡霊に囚われてる感じ。先生、新八？違うか。役人だな。鹿？鹿でした。トナカイか。どう声かける？引き入れるのか？でも。引き入れるとも想像できないしな。殺すのか？ゆらりゆらりと。何かから逃げるように走り回ってるけど、結局土方と切り合うこともないのか。ああ。うん。うん。ああ。そこでっていうこと？蝦夷という国にしたいんだよね。どうする？そう。そうか。解釈してあげんの？あ！来た！大切なもの。ああ。なるほど。奥さん。ああ、アイヌの奥さんなんだ。おお！息を引き取った。まあそこは違うよな。ここが終着点と思った心臓とまだまだ走り続ける。もう本当に疲れちゃったんだろうな、こうやって。なんか多分罪悪感とか色々あったんだろうけど。おーそんなひどい。フンペ、白イルカ。クジラか。あ、でもクジラとイルカって一緒なんだってね。サイズが違うだけで。あ、おそばだ。あ、なんで？あら。味噌にはまってしまっていたわけね。おお、美味しそう。杉本の形見を食べるわけだ。あら。あら。もう生きてると確信じみてるな、二人は。そのうち食えるってことは。お！尾形、馴染んできたね、尾形。いったね、尾形。おー、馴染んできてるじゃないっすか。あ、そうね。うん。そうね。どうぞ、爆破する気？おい、爆弾魔じゃねえか。どれだ？灯台？あれ？流氷？おー、何か計画してるなぁ。うわぁ、また違うところにちょっと話が転んで。へぇー、土井半蔵ね。人斬陽一郎。土井心臓か。なんか。どんどんいろんなキャラが出てきているわけで、解像度は上がってきているわけなんだが、なかなか今回も複雑な話ではあったような気がしなくもないなぁ。まあでもまだまだ使命感にとらわれてるというか、やるべきことがあるんだろうな、土方なりにね。まあ国を作るっていう点ではやっぱり第七師団とやっぱり近いところはあるんだけど、そのためにもでもやっぱり渡すわけにはいかないよな、金塊をロシアの人たちにね。進行は止まらないっていう、やっぱりロシア側をやっぱり敵に見ているわけだから、そうなるとでもやっぱり、キロラン家を信用してなかったっぽいよな、土方は。そんな雰囲気を感じなくもないな。でもやっぱりなんか昔から生きてる人だからやっぱり義というか情というものはあったんだろうな、なんか。この話がどう効いてくるのかっていうのは非常に気になってくるところではあるよな。話自体は進んでないけど、別の側面で掘り下げたわけだからね。このなんか、この仕掛けだったり、この出会いがどう土方とか物語に影響するのかっていうところに注目していきたい。結構重要人物なのかな？次回、革命家！ OK。I see. はい、というわけで見終わったわけなんですけど、いやーなんかちょっと、エモーショナルになってしまう話だったね。なんかこう、過去の妄執を追いかけ続けてきた男と未来を見ている男。やっぱり過去と未来の男同士っていう感じで、すごい対比になってる雰囲気はあるよね。お互い獲物が剣で、武士として生きてきたものではあるんだけど、見てきたものが全然違ったわけよな。まあなんかでもやっぱりこう今まで人をいっぱい殺してきた中で、そのなんか残死というかさ、そういうなんか罪悪感だったりいろんなものが、どんどんそれだけが大きくなっているわけよね。それを浄化してくれる奥さんの存在っていうものが、今いない結果、こうなんか膨らんでもうどうしようもなくなった結果、本当に過去にこうすがって生きる男っていう風になっちゃったのが、この人斬り陽一郎だと思うんだよね。うん。その結果、未来を見続けた結果、今がある土方とはやっぱりそこがやっぱりちょっと差ができてるのかなっていうような感じはしますね。いやー、どうなんだろうな。でもなんかすごいなんか複雑な雰囲気ではありますよね。なんかこう見てて、僕がなんかこう、ぐちゃぐちゃと言葉を述べるのはいいのかっていう風に思ってしまうぐらい、なんか複雑なお話で、ちょっと今回はもう本当になんかうまく喋れてないなっていう感じではあるんだけど。いやー、気になるなー、マジで。でも、土方は土方で動いてるし、多分、鶴見中尉と同じように考えてると思うんだよね、こう。やっぱり何か重要なものがあるという風に思ってるから、唯一だって犬堂とこう、はっきり接触して、はっきりとね、こう、情報を掴んでいるのが土方だからね。なんやかんや、近海の情報的には土方が一番近づいてたりしてね。いやー、どうなってしまうのやらっていう感じではあるな。どういうヒントがあるんだろう。気になるな。杉本は何に気づいたんだろう。贋足の認否で。いやー、めちゃめちゃ気になる。いや、でもなんかちょっともったいぶってる感じを見ると、まだちょっと明かされるの先なんだろうなっていう風に思うんだよね。出会った時に、俺は気づいてたんだぜ、アシーパさんっていう風になっていくのかなっていう風に思うんだよね。いやー、気になるな。これから先まだまだ、深いお話が待ってるんじゃないかなという風に思いますね。このゴールデンカムイは本当にこういうちょっとしたポットでのようなキャラでもなんかすごい考えさせられるエピソードっていうのを準備してるのが、もう何食ってもやっぱりこう満足感が本当に半端ないですよね。いやー、すごいなっていう風に思う。見てて本当にね、楽しいからね、これから先もね、いろいろとこう楽しんでいきたいなという風に思いますのでね、なんか本当に僕がね、こうまだまだ掴みきれてない情報とかあったらね、ぜひともいろいろとこう補足していただけたらなという風に思いますので、これからも楽しんでいきましょう。なんかちょっと近づいては来てるのかな。キロラン家もなんかちょっとね、こう計画を話してきてるし、こっから先本当に気になるポイントが多くなってくると思いますので、本当に注目していきたいなと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればください。いやー、尾形土方とか、土井さんとかね、こう、なんか、うわ、牛山とか、久しぶりに牛山見れてよかったとかね、杉本のおそまとかね、いろいろとコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。以上、ゴールデンカムイ第32話でした。バイバイ。